マリンの中日ファン、普通に発狂する。怒号と悲鳴が。笑えない試合結果。ロッテとの2試合目、3試合目で、計17失点という結果で交流戦最終カードを終えた中日球団。これによって、ファンの怒りも限界に達している。昨日の敗戦後に引き続き、中日応援席からは怒号と悲鳴がぶん超えており、立浪、淳と叫ぶ声が少なからず聞こえてくる。投手が点取られまくったら厳しいよな。交流戦終わりでタイミングも良い。立浪休養や。結局、今年も交流戦で終わったのか。再開にふさわしい、集中力のない戦い方。選手たちに覇気がない。やる気もない。普通に選手たちの実力不足だと思う。マジでパッとしん。細川、村松の不調。絶望的な岡林が敗因だよ。逆によくオリックスに勝ち越せたと思う。負けてもレフトスタンドくらいに挨拶しろよ。負けた瞬間にベンチ裏に下がるが良くない。定位置に帰ってきた。昨年と今年は全く同じ感じになってる。福永をスタメンで使って。現地民、お疲れ様やで。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。